今日の動画では、時代劇初心者の方や、歴史物が苦手な方にも、ぜひ見てほしい。おすすめ、韓国時代劇、刺激ドラマ、24作品を紹介してみたいと思います。舞台は、日本では室町時代にあたる16世紀初め、朝鮮王朝時代の宮廷。宮廷の権力争いに巻き込まれ、命を落とした父と母の仇を討つため、宮廷女官となった少女チャングムが、シリーズ前半は宮廷料理人として、後半は女医として活躍し、テチャングムの称号をもらうまでの波乱の半生を娯楽性豊かに描いたサクセスストーリー。演出は、ホジュン、イサン、トンイなど、数多くの名作を手掛けた名将、イービョンフン。実在の人物である以上、チャングムを、韓国の名女優、イーヨエーが演じています。その他に、ジージニ、ヤンミヨン、キョンミリ、イムホー、イムヒョンシクなど、超一流のキャストが集結。韓国の歴史、時代劇ブームの火付け役となった、不朽の名作ドラマです。朝鮮王朝時代、明るく元気な王族の少年ユルは、高官の娘イソに一目惚れして、結婚を申し込む。だが間もなく、ユルの父が謀反を起こし、イソの父は殺され、イソも行方不明となってしまう。それから16年後、セチャとなったユルは、冷徹な青年になっていた。セチャビンとの夫婦仲を家臣に咎められたユルは、腹立ち紛れに国中の独身者に結婚するよう、命を出す中、ユルは刺客に狙われ、目覚めた時には記憶を失っていた。一方イソは、ホンシムと名を変え、庶民の娘として暮らしていたが、ユルが出した命令のせいで結婚するよう迫られ、とっさに養父が助けたユルを婚約者と偽り、仮初めの夫婦となる。こうして始まった新婚生活だったが、その頃朝廷では、暗殺したはずのユルの遺体を探していた。韓国で最高視聴率 16.7% を記録。天然のウォンドクとたくましいホンシム。噛み合わない二人の新婚生活は爆笑必至の連続で。美しい映像美と、美しい物語を彩る OST も常に話題を集めました。時は朝鮮王朝時代。セジェイフォンと少女ホーヨヌ、二人は運命に導かれるように恋に落ちる。しかし、朝廷の権力争いの陰謀によって、婚礼を目前にヨヌは、原因不明の病気にかかり、命を落としてしまう。それから8年後、若き王となったフォンは、未だヨヌを忘れられず、心を閉ざしていた。一方、死んだはずのヨヌは、過去の記憶をすべて失ってしまい、巫女としてこの世に生きていたが、ある夜二人は、偶然の出会いを果たすことに。そして、幼い頃に、ヨヌに思いを寄せていた、フォンの異母兄弟ヤンミョン軍も、ヨヌと再会する。韓国で、最高視聴率 46.1% を記録した、メガヒット時代劇。主演を務めた、キムスヒョンの泣きの演技に、涙腺崩壊になる視聴者が続出。その他にも、子供時代を演じた子役たちの演技はもちろん、俳優たちの繊細な演技が、愛の切なさを描ききっていて、泣ける刺激としても名前が挙がる、殿堂入りの名作ドラマです。ユンが王座について5年目。朝鮮は干ばつの被害に苦しみ、民は王の不徳を噂していた。そんな時、異母弟、ヨクの婚礼話が持ち上がる。ヨクを警戒するユンは、重臣のシンス軍に娘のチェギョンを嫁がせるように命じる。ちょうどその頃、何も知らないチェギョンは、両親に会うために、内緒でハニャンにやってきていた。そこで偶然、王ユンと彼の腹違いの弟、ヨクと出会う。自分も知らずうちに、二人の兄弟の激しい権力争いの中心に立つことになるチェギョン。そして、三人の過酷な物語が動き始める。実話をモチーフに、朝鮮時代7日間だけ王妃の座についた悲運な女性の、切なくも美しい愛を描いたロマンス時代劇。正義と愛の狭間で心揺れるチンソンテ軍、暴君ヨンサン軍の狂気の裏にある孤独と切ない愛、そして二人の王に愛される王妃と、激しい運命の流れに巻き込まれながらも、それぞれの愛を貫く姿は、号泣必至。胸をえぐられるような切なさが、絶え間なく押し寄せる、涙なしでは見られない、おすすめの作品です。美貌と色仕掛けで、歴代王を操る期待の妖婦、ミシルは、宮廷で、絶大な権力を振るっていた。そしてついには、王妃として、絶対的な力を手に入れようと、チンフン王の孫である、チンピョンを王位につかせ、
意のままに操ろうと試みる。しかし、チンピョンの妻マヤのお腹には、すでに子供が宿っていた。自らが王妃の席に座るため、マヤを殺そうと試みるミシルだが、マヤは生き残り、無事に元気な双子の姉妹を出産する。そして一人は姫として、もう一人は自らの出生の真実も知らない一般市民として、生まれながらに、過酷な宿命を背負っていくのだが、物語の舞台は、ベッチェ・コグリョと、勢力を競っていた7世紀の神羅。朝鮮初の女帝となった神羅第27大王、孫徳女王と、期待の養父ミシルの争いを柱としながら、人間描写が見事なまでに描かれた感動作で、最終話は涙腺決壊、感情移入して抜け殻状態になる視聴者が続出したほど、放送から数十年が経つ現在も、韓国人がもう一度見たい歴史ドラマの一つとして挙げられる、名作韓国時代劇です。朝鮮王朝中期。幼い虚無は、無本の罪を着せられて、父が殺害されるところを目撃し、そのショックで記憶をなくしてしまう。虚無は、セドルとタン夫妻に引き取られ、ヨンとして育てられる。13年後、記憶を取り戻したヨンは、家族を破滅に追い込んだ人物への復讐を誓い、父を刺した高級な剣を手がかりに、金持ちや貴族の家に忍び込み、盗みを始める。盗みの現場に梅の花の墨絵を残すことから、イルジメと呼ばれ、権力者を懲らしめる英雄として、その存在は庶民の間に広まっていくのだが、本作で主人公、イルジメを演じるイ・ジュンギほか、パクシフやハンヒョジュ、イ・ユンア、イ・ムンシク、キム・ソンリョン、アン・ギルガンなど、豪華すぎるキャストに、幼少期を演じたヨージングやキム・ユジョンなどが出演。孤独なヒーローイルジメと、陽気な青年ヨンという二つの顔を見事に演じ分けたイージュンギの渾身の演技に、激しいアクションや CG を利用したダイナミックな映像にも注目してほしい作品です。紀元前108年、漢に滅ぼされた古女村の民を率いる英雄ヘモスは、族長の娘ユファと恋に落ちるが、ヘモスは漢軍の矢に倒れ、生死不明となる。身重のユファは、ヘモスの親友で、プヨの手じゃ、クムワの側室となり、チュモンを出産。それから十数年、政治にも武芸にも疎い、頼りない青年へと成長したチュモンは、兄たちの策略で、宮中から追放されてしまう。そして、偶然出会った盲目の男性から、武芸を学び、強く生まれ変わっていく。古代朝鮮の滅亡から、コグリョが建国された時代を背景に、コグリョの初代王とされるチュモンの一代記を描いた、刺激ファンタジードラマで、劇中、歴史的英雄チュモンを演じ切ったのは、本作でブレイクし、トップ俳優に躍り出た、ソン・イルグク。そんなチュモンの恋の相手、ソソヌオ・ハンヘジンが、その他に、チョン・アンリョルやホー・ジュノ、オー・ヨンス、キョン・ミリ、キム・スンスなどが出演。映画を彷彿とさせる圧倒的な映像美はもちろん、人間味あふれるキャラクターたちの魅力や、鋭く切り込まれたスリリングな展開で、週間視聴率35週連続1位。最高視聴率は驚異の 52.7%。2006年 MBC 演技大賞では主要な賞を総なめするという偉業を成し遂げたレジェンド作品です。西暦1351年、高麗時代。新しく即位した若き王、昆明王の一行は、ジェイヨン率いる近衛隊に護衛され、元から帰国するが、途中、王妃が負傷してしまう。ジェイヨンは王妃の命を救うため、真意を求め天の穴に入り込むが、ヨンがたどり着いたのは、2012年のソウルだった。そこで、ひょんなことから出会った整形外科医のユウンスを真意と勘違いしたヨンは、必ず返すという約束のもと、彼女を連れて五稜へと戻るのだが、時空を超えて出会った二人の、国をも動かす波乱の運命と愛を描いた、ファンタジーロマンス刺激。本作で初の時代劇に挑んだイーミンホが、古旅時代に実在した名称で、主人公チェイヨンを熱演。現代から古旅時代へとタイムスリップした医師、ユーウンス役を、キムヒソンが務めているほか、ユーオーソン、リュードッカン、イーフィリップ、ソンフンなど、魅力的な俳優陣が脇を固めています。先民の娘として生まれたトイは、権力争いの陰謀により、父と兄を殺され、幼くして過酷な境遇に追い込まれてしまう。成長したトインは、父と兄の無罪を証明するために、宮廷でジャーゴンの伸びとして働き始める。やがて、朝鮮王朝第19代王スクチョン、
そしてジャン・オクチョンと運命的な出会いを果たしてトインは宮廷内の熾烈な権力争いに巻き込まれていく。朝鮮王朝19大王スクチョンの側室で後の21大王四女の母となった実在の女性の波乱万丈の生涯を描いた歴史エンターテインメントで、けなげで芯の強い主人公トインを韓国の国民的女優ハン・ヒョジュが魅力たっぷりに演じています。そしてトンイを愛した19大王スクチョンをジージに、トンイと敵対するようになるシャン・オクチョンをイーソヨンが演じているほか、ペイスビン、パクハソン、オーヨンソ、イーガンス、そしてトンイの幼少時代を演じたキム・ユジョンなど、確かな演技力で存在感を残す個性派俳優たちが脇を固めています。韓国で2010年に初めて放送されて以来、長い間韓ドラファンに愛され続けている人気ドラマです。時は6世紀のペクチェ。第24代王ジョンソン王の治世末期、カリムソンの城主ペク家の娘チェファは王のいとこにあたるユンと密かに恋仲となり、彼の子を身ごもっていた。そのことを知らないユンは、もし娘を授かったらペクチェを守る花という意味のスベクヒョンと名付けようとチェファに話す。そんな中、チェファの父親ペク家が先王を毒殺したことでユンによって自害させられてしまう。そしてユンはチェファも死んだと思い込み、第25代王に即位する。ところが使用人の区長に助けられたチェファは生き延び、ユンの娘ソルガンを出産。その後区長との間に娘ソルヒを設けるのだが、三国時代を舞台に25代王ムローアンの娘スベクヒョンの座をめぐり、イフ姉妹の運命が交錯する長編時代劇で、男女の愛憎、姉妹の絆、家族愛など登場人物それぞれの感情の機微が丁寧に描かれていて、感情移入し涙が溢れてしまう場面も、完成度の高いドラマとして多くのファンを持つ人気刺激です。ゴロの少女ヤンは元への貢ぎ物婚女として連れ去られる途中、人質として同行していたゴロのセチャワンユーの助けで逃亡する。逃げ延びたヤンは身を隠すため少年を装いスンニャンと名乗る。13年後、弓の名手となったスンニャンは、ゴロ王となっていたワンユーと再会する。ワンユーは、ゴロ王の座を狙う叔父、ワンゴの密貿易の証拠をつかもうとしていた。その頃、元の皇太子タファンがゴロに流罪となり、スンニャンが警護を務めることに。道中、わがままなタファンに手を焼きながらも、スンニャンは次第にタファンと心を通わせていく。実在した気候号の生涯を、ダイナミックにアレンジし創作したドラマで、気候号の波乱万丈の生涯と彼女をめぐる二人の男性との運命的な愛がとても切なく、涙腺崩壊確実。ストーリーも秀逸で、泣ける作品として必ず名前が上がる作品です。親友と恋人に裏切られて失意のどん底にいた化粧品販売員のコウハジンは、公園で池に落ちた子供を助けようとして溺れてしまう。目を覚ますと、なんとそこはコロ時代だった。タイムスリップした先で、コロ時代の宮廷で暮らす少女、ヘスの体に入れ替わってしまったハジンは、そこで美しい8人の王子と出会うことに。皇帝の座をかけた権力争いに翻弄される王子たちと共に、時代の渦に巻き込まれるヘス。21世紀の感覚でコロ時代を生きるヘスは歴史を変えてしまうのか。見どころは何と言っても、ヒロインを取り巻くイケメン王子たち。仮面の中に優しさを隠し持つ第四王子ワンソーを演じたトップ俳優イージュンギはじめ、ガンハヌル、ホンジョンヒョン、エクソベクヒョン、ジス、そしてナムジュヒョクなど、今やトップクラスの俳優が勢ぞろい。そしてヒロイン役には女優としても活躍する人気歌手アイユーが、愛と歴史の間で葛藤する女性ヘスを好演しています。ラブコメ要素ありのロマンス時代劇ながら、要所要所に伏線が散りばめられた予想を裏切る展開に目が離せない見応え抜群な歴史ドラマ。韓国では余韻が続く作品として必ず名前が上がる作品です。朝鮮王朝時代、道化師のハソンは妹たちと共に芸を披露しながら全国を旅しており、ハニャンを訪れた一行は王の家宝を揶揄する芸を見せる。その場に居合わせた王の側近イーギュはハソンの芸を止めさせようとするが、仮面を取ったハソンの姿を見て思わず息を呑む。ハソンが王に瓜二つの顔立ちをしていたからだった。
王の影武者を刺さるため、イーギュがハソンを宮廷に連れて帰るも、ハソンは逃げ出してしまう。だが、庶民が踏みにじられる現実を知ったハソンは、次第に本当の王になって、世界を変えたいと願うようになる。一方、王妃のソウンは、冷酷な王から距離を置いていたが、ある日突然、優しくなった王に戸惑いつつも、次第に惹かれていくのだった。イービョンホン主演の2012年の大ヒット映画、王になった男を、ヨージング主演でドラマ化した作品。時代劇の申し子ヨージングが、正義感に溢れた道化師ハソンと、狂気の王イーホンの一人二役を熱演。その迫真の演技は見応え十分。そして、ハソンとイーホンに愛される王妃役を演じているのは、時代劇無敗の女神の称号を持つ、イーセヨン。映画版では描かれなかった、ハソンとイーホンとの禁断のロマンスにも注目です。今から1500年前の白木時代。先民の村で暮らすムミョンは、生き別れた家族を探したいという親友ムンムンと共に、都に潜入する。ところが二人は、金軍に追われて深手を負い、ムンムンは命を落としてしまう。ムミョンは、ムンムンの本名をソナを名乗り、彼の妹であるアロを守るために、生きる決意をする。一方、白木第24代王、ジヌン王は、母、チソ大号の命令で、世間に顔を明かすことなく生きていた。不眠に悩むジヌン王は、町で語り部のアロの話を聞いているうちに眠りに誘われ、彼女に興味を抱く。そんな中、チソ大号は、見目麗しい貴公子を集めて、王の親衛隊、ファランを創生すると宣言。ムミョンことソヌは、親友の命を奪った者への復讐心から、ジヌン王は母から王権を奪還すべく、ジディという偽名でファランになる。それぞれの目的を果たすために、ファランとなったソヌとジディは、ぶつかり合いながらも絆を深め、成長していくのだが、容姿端麗、頭脳明晰、武術にも長けた、そんなファランを演じたのは、タクソジュン、タクヒョンシク、BTS の V、シャイニーミンホ、同時犯、ジョーユヌら、韓国を代表するイケメン俳優と K-POP スターたち。個性豊かなファラン6人の奮闘と友情、そしてロマンスなど、眼福&盛りだくさんな胸キュンシーンは必見です。幼い頃から男装して生きてきたホンサムヌムことホンラオンは、恋愛相談で生計を立てていた。ある日、恋文の代筆をしていた依頼主のふりをして、その文通相手に会うことになるが、待ち合わせ場所に現れたのは、一国の世者、イオンだった。そうとも知らないラオンは、身分を明かせと詰め寄るヨンを、落とし穴に置き去りにしてしまう。数日後、借金取りに売られて、内観試験を受けることになってしまったラオンは、密かに王宮を抜け出そうとするも、そこでヨンと、まさかの再会を果たす。韓国中で、クラミシンドロームを巻き起こした本作で、お茶目さと男らしさを合わせ持つツンデレ王子、イーヨンを演じたのは、人気俳優パクボゴム。時代劇クイーンと名高いキムユジョンが、キュートな男装ヒロイン、ラオンを演じています。さらに、BYA4 のジニョンや、ガクドンヨン、ジェイスビンなどが出演。一国の世者と、男装内観が恋に落ちる予測不可能なロマンス。二人に訪れる試練、宮廷で巻き起こる権力争いの行方も必見です。粛清により没落した一族の娘、ソンドキムは、持ち前の聡明さで、三軍たちから目をかけられつつも、自分の生き方を模索していた。そんなある日、走っていたところ足を踏み外し、近くにいた世者、サンを巻き込み、池に落ちてしまう。反省文を書くよう命じられたドキムは、書庫を掃除している最中、中へ入ってきたサンを司書と勘違いし、無礼な態度で追い返してしまう。怒ったサンは何度も書き直しを命じ、その中で二人は次第に距離を縮めていく。だが宮中では勢力争いが激しさを増し、イサンは命を狙われることに。重厚感あふれるストーリーと、世紀のロマンスだけでなく、女官という新たな視点から、その時代を生きる人々の心理を深く掘り下げており、それに加え、ジュノとイーセヨンが圧巻の演技力を見せつけ、新たな名作刺激の誕生と歌われた一作です。生計のためにボス様の仕事をしていたバンは、本来連れてくるはずだった女性と間違えて、夫に先立たれ、今家で窮屈な生活を強いられていた王女、スギョンを連れ去ってしまう。王女を連れ去ったことがバレれば、処刑は免れないバンは、ひとまずスギョンを自宅に連れ帰り、隠密に返すことに。
だが王宮では、イチョムの陰謀により、スギョンはすでに亡き者とされ、葬式が行われていた。生きていることが分かれば、命を狙われるスギョンは、しばらくバウの家で妻のふりをしながら身を潜め、陰謀を暴くことに。一方、スギョンに思いを寄せる義理の弟デヨプは、スギョンの行方を探していた。歴史資料も少なく、これまで取り上げられてこなかった朝鮮時代の風習、ボスサムをテーマに、朝鮮王朝を揺るがす、愛と因縁の戦いを描くロマンス刺激です。鬼、真っ神が、人間の性に関与した端王朝時代。魔王の呪いで生まれながら盲目であったが、神の加護で目が見えるようになった女性。愛する人のために、命を懸けて絵を描く絵師の本朝義。左と飢饉で苦しんだ国のために、雨乞いの儀式の生贄になった瞬間、魔王の力で生き返った男性。視力を失い、家族も失ったまま一生を生きていくことになったハーラム。時には悪縁と因縁の間で、時には生と死の分かれ道で、運命という見えない赤い糸によって再び出会い、別れを繰り返す。二人の恋人の、運命的で劇的なファンタジーロマンスが始まる。キム・ヨジョン演じた朝鮮時代に実在した天才女性絵師、ホン・チョンギと、アン・ヒョソプ演じた、魔物の力を封印された青年、ハーラム。運命で結ばれた二人の恋と、数奇な運命の結末はどうなるのか。美しくとも切ない、感動のラストは必見です。コグルの姫として生まれたピョンガンは、女性初のコグルの帝王になる夢を抱き、例の修練に励んでいた。しかし、実権を握る王の重臣コウウォンピョは、王の嫉妬心を煽り、ピョンガンの母である四王妃の命を奪い、ピョンガンは消息不明となる。8年後、行方不明となったピョンガンは、記憶を失い、視覚過人として生きてきた。ある日、巡行の旅に出た先で、五部族の一つであるスンノブの村で、純朴で武術とは無縁の、心優しいオンナルと出会い、ピョンガンの心に新しい感情が芽生え始める。子役時代を経て、主演女優としてキャリアを積んできた演技派キム・ソヒョンが、主演の王女ピョンガンを、本作が初主演作となる、オンナル役をナアイヌが務めているほか、イージフン、ジェイユファ、カンハヌルなどが出演。三国志記に記録された、コグルの説話を元にした本格刺激で、誰もが知っているようで、誰も知らなかった王女ピョンガンと、純朴な青年オンダルの壮大なラブストーリーが魅力の作品です。不正を追求していたアメンオサであるパクチョルゲが、突然失踪してしまったことにより、朝廷では新たなアメンオサの人選に動き始めていた。そんな中、公文館の書庫で揉め事が起き、そこに居合わせた役人イヨムは、ウィグン部に捕まってしまう。そんなイヨムに対し、トスンジのテスンは、アメンオサになって罪を償うように命令する。仕方なく命令に従い、アメンオサとなったイヨムは、ダイン・チュンサムと共に紆余曲折なアメンオサの道に進むのだが、古典的ながらも軽快なストーリー、無駄のない爽快で痛快な展開が楽しいと口コミで広がり、視聴率もどんどん跳ね上がった痛快なコミックミステリー、フュージョン刺激です。時は1506年、朝鮮の王となり絶対王政を夢見るイテは、高貴な家柄の娘ユジョンと出会い、互いに惹かれ合っていく。自分の目的のためなら手段を選ばないイテは、ユジョンを自分の妃にすることを考えていたものの、そのせいで彼女の家族が王宮の権力闘争に巻き込まれてしまう。思いとは裏腹に、愛するユジョンを捨てなければ生き残れない王イテと、命を守るために王妃になるしかないユジョン。朝鮮王朝を舞台に、二人は政敵として互いに剣を抜き合う。生き残るために愛する人に剣を抜かなければならなくなった時、彼らが下す選択とは、王宮を舞台に激しい権力争いに巻き込まれた恋人たちが、政敵と恋心の狭間で権力と政治に翻弄されていく切ないロマンスと、緊張感あふれる権力争いは必見です。大統領府の専属シェフとして働いているボンファンは、何者かの策略で一夜にして容疑者になってしまう。自分を追ってくる捜査の手から逃れようとしたボンファンだが、その途中でベランダからプールに落ち気を失ってしまう。そして目を覚ますと、そこはなんと朝鮮時代の王宮だった。自分の体が婚礼を明日に控えた王公キム・ソヨンであることを知ったボンファンは、
初夜の儀式だけでも避けようと、自分が男であることを王に告白しようとするが、魂の入れ替わりをテーマに、男の魂が憑依された王妃を演じたシン・ヘソンと、ちょっと抜けた王様を演じたキム・ジョンヒョン二人の、躍動感あふれるコミカルな演技、一触即発の状況下で進んでいくロマンスの行方から目が離せません。18世紀の朝鮮、歴史上最も厳しいと言われている禁酒令の時代。一家のために出世しなければならない、優秀な左本部の監察、ナムヨン。突然、百両の借金を返すために、お酒を作り始める貧しいヤンバンの娘、カンロソ。そして満たされないため、宮廷の塀を越えたサジャ、イーピョ。そんな三人が絡み合い、朝鮮をひっくり返す悪縁が始まっていく。性格も立場も正反対で、結ばれることの許されないユースンホとヘリが演じる主人公二人の、ピュアでジレキュンな恋模様、そしてピョンウソク演じるセジャ・ピョを交えた三角関係も見逃せない作品です。王位継承者でありながら、双子で生まれ、女児という理由だけで捨てられた神は、心ある家臣に助けられ、立派な少女へと成長していた。だがある日、神の双子の兄セションが、ある出来事で帰らぬ人に、混乱を防ぐために母である皇后は、ダミを宮廷へと呼び戻し、兄の代わりに、セジャとして生きる決意をさせる。自分の正体や、秘めた恋心を誰にも明かせないまま、生きていかなければならないという運命を背負ったダミは、セジャ、イーフィとして、波乱の人生を歩んでいくことに。重いテーマの物語の中に、笑いや胸キュンシーンの絶妙なバランス。特に、容赦ない陰謀を渦巻く宮廷内で、フィの最大の秘密を知り、陰ながらフィを見守ってきた、いとこヒョンと、師匠としてフィのそばで使える、ジューンとフィとの切ない三角関係や展開に注目です。